はい、どうも、ぐっさんです。それでは FF14 続きやっていきましょう。前回はどこまで行ったかな？あれですね、サブクエこなして、それで、まだちょっとあれなんですね、サブクエ途中だったんですね、確か。で、またちょっとサブクエをやっていきましょう。リトルアラミゴのアメロと、もう一つ僕に頼みたいことがある。熱病の原因になるポッターワスプスウォームってもの。ボーリングフレッシュラインもどうです。魔物の死骸に見えるて。お皿みたいにして逃げっこする。よし。じゃあ、ここまで。あれだ、リトルアン。あんたみたいな、あ、恥ずかしいな、これ。なんで恥ずかしいね。礼言うのは、恥ずかしいことじゃないぞ。じゃあそろそろメインクエストやっていきますか。そこに故郷の形見はあるか。これか。レベル25ですね。秘密隊の仮面の男を探している僕に助言がある。私にできる助言は一つだけ。カネルの故郷の土が効く。アラミゴ人。ここの奴らは話にならん。他の場所にそうだ。アラミゴ解放軍の奴らがいい。グントバルトと同じあれ。誰か仲間つてがないか相談してみるといい。ミンフィリア。そうか。一回ちょっと戻りますか。ホライズンで合ってたよな。間違えてたら、
知らん。合ってるな。じゃあ、ミンフィリアに、仮面の男について何か分かったかしら。ガレマール帝国。続襲か。僕に乗る身全て受け入れる余裕はない。苦しい生活、偏見、差別から自分は強くなり。心の壁な。彼ならライミオ解放も知っているかもしれない。はい、そこの故郷の片目の奥はコンクリートですね。で、アラミゴ解放軍士のコデル、これを受けますね。ハリベルト。私の事情話を絶対に力を貸してくれるわ。倉庫の方を探しに行ってくれる。で、倉庫探せ。ハリベルト、地主様は俺なんかになんのようで、アラミゴ人と協力したいと。他の願いなら必死、死地だって飛び込んだ。理想を超えた愚か者の名でしかないのさ。クオリーミルでアラミゴルミンの中華にアルブレタって思った。祖国の友、解放があんた力になると信じているよ。クオリーミルのアル、クオリーミルか。はい、では移動します。レベル30まで上げたい。あと10万ぐらいか。アラミオ解放、あんた誰の差し込んだ。昔の女を頼るなんて。ここでメイフリットの話。別にいらんちゃいらん。あいつか。メフリットの話を聞くと、アラミオ解放軍を知るもの、これをコンプリートしたんで、次は、ですね、無慈悲な聖霊、無慈悲。無慈悲。無慈悲です。無慈悲というと、何か思い浮かぶものが。お前冒険者か。俺はメフリット。アラミオ解放軍です。今故郷を追われた哀れな廃山兵だかな。傷を負ってどえらいのやつだ。今夜が山です。今夜が山。今夜が山だ。今夜が山だ。今夜が山だか。
治療させてもらえるよう言ってくれねえか。はいはいはい。アルブレタ。そうね、私には何もできない。できる、私だってしたくないでも、かれて森の規制に反すること、起きてよ。通り見の住人、このふうにしろ。みんなを巻き添えにはできないよ。シャルニン、外から手当てなくて、もしかしたら聞いてくれるかもしれない。しかも、911。911ですか。やってくれるんじゃん。それを叶うの相談かもしれません。これは私の意思は精霊の意思なんです。犬のルミン精霊の審判を受けます。精霊に拒否されればその森に住むことはできません。森の恵みを拒否する、それがこの森の子よりのことです。ああそうか、受けれないか、受けれないって。もうクソくらい。私も過酷な旅。いや、それ慈悲ってもんはね、無慈悲だそうです。無慈悲だそうですよ。はい、で、無慈悲な整理は終わりましたね。まあ、簡単なやつばっかりなんで。まあ、サクサクとやっていきますか。これは僕は記事降臨ミルにやってきた。村に入れない僕は八重をしまっても僕たちの長旅に耐えるの。万薬の薬にアンテロープ。任しとけ、それぐらいやったら任しとけ。はい、どうぞ。メフリット。ほれ。まあ、こいつは故郷に生息する種とは地元のものではなく、この種の調合方法は分からない。バースカロンと、この種の予想のものだけ。決して寂しそう。まあ、こいつは食事の調合を頼んでくれているか。バスから、あれって、まあ、人の命がかかってるから走りもしゃあないかと。バスからアンテロープの落ちのアラミウスの依頼だ。手製のカムノードミの作り置きがある。そいつを代わりに持っていきな。やってくれりゃそれでいいさ。ああ、ありがとう。おにぎりますわ。じゃあ、いっぱい。次は、次もおごりで。ヨロピコ。じゃあ、行こう。
よし。到着。はい、アラウンド。どうですか？薬は手に入ったんでしょうか？はい、どうぞ。仲間たちを無駄死にさせずに済みます。余裕でしょ。よかった。本当によかった。可能止めぐらいで大丈夫な。はい、確約が継ぐ縁ですね。メフリット。飛球の仕事を頼んで。これで僕はガリン、つまりがいい。という傷を早く薬を飲ませる。アルブレタ。アルブレタか。これを、違法の絆。話は聞いてるよ。メフリットの僕は失踪して。心配しないで、リトルアラミゴに出発してください。自らを犠牲するため。一人で背負い込んで森を抜けるというむっちゃな真似しやがって。これから手分けして相手を探さん、お前もあいつの捜索に協力してる。オッケーオッケー。ガリエンを探す。ここは森の中。あそこまで遠くには行けないだろうと。すいません、光った光った。うわ、めんどくさいとこにおんな、おい。マジでこんなとこおんの、おい。マジで言ってんの。いや、ええちゃんけ、結構。どこよ。マジかよ。あれか。いけた。はい、お待たせ。この先はちょっと無理やな。敵だ、気をつけろ。散々やってる。食らってる。バカ野郎。うん、いい精神。
共に寮の手荒れみを土を踏むまではな。寮の足か。メフリット、さっさと帰るぞバカ野郎。俺たちは氷ミルに戻る。後で会おう。俺たちはどうもこのままに居座ることになりそうだ。居心地の悪い場所だけどな。まあそうだよね。これかな。はい、違法の絆はコンプリートしましたね。はい、ということで今回は、この辺りで動画の方一旦閉じたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。失礼します。